おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。食堂車ですね。はい、まあ、食堂車じゃないんですけど。あ、違うんですか。はい、まあ、古い電車なんですけど。はい、はい。はい。旧国鉄の客車を、まあ、カフェに、改装したところ、鉄が騒いだと。あ、なんで騒ぐんですか。あかんって言ってですか。そうです。あかんで騒ぐんですか。そうそう。そこ通報案件、まあ、そうですね。あかんって何？まあ、この車両が、ものすごいまあ古い、非常に貴重な車両だったんで。それを、なんかごちゃごちゃいじくるなと。そうですね。はい。はい。場所が北九州市の門司区っていう、そこの、メカリ公園っていうところに、設置されている、旧国鉄の客車、オハフ33っていう車両。言いにくいですね。わざと言いにくくしなくてもいいんですけどね。これでだから別に立ってます。33。はい、そうですね。で、地域活性化を目的にして、この客車を全面改装したカフェ。はい、いいじゃないですか。はい、これ5月にオープンしたんですが、まあ、一応、週末、中心その家族連れが、結構賑わってまして、いいじゃないですか。はい。まあ、お母さんと子供がね、利用したりしてるみたいなんですが、いいと思いますよ。その一方なんですが、その鉄道ファンなどからは、その歴史ある車両の価値が失われたっつって、まあ、批判の声が。何ですよ、歴史なんかどうでも。ね。とりあえず、ロケットランチャー来るってどう。そんな改装した後で、文句言うときそうですね。どうせね、何かがきっかけで壊れるか分かりませんから、そういう古いもんって。まあ、例えば、ただ、ロッキンとか来てね、ボロボロになるぐらいやったら、どうせ壊れるんですから、まあ、いいように使ったらいいんじゃないですか。まあ、いきさつがいろいろあるんですよ。今は、なくなりましたが、たまに SL パークがありました。あ、そうですね。京都もね、梅小路公園っていうところ。あ、そうですね。梅小路なんですよね。いい感じの雰囲気ですが、鉄道ただ、ちょっと行かない。まあ、そうなんでしょうね。で、このメカリ地区の、まずその賑わい創出を目的に、去年の11月に、その地元の事業者を中心に、この、賑わい創出化みたいなところから、メカリテラス実行委員会というのが設立されまして、で、客車をカフェに、して活用するっていう案が、まあ、協議されたんですね。で、車両内の座席などの処分を、まあ、そこで決定したと。で、改装費などはカフェを運営するその事業者が負担して、で、座席も撤去して、するのを、事業の中に盛り込んだっていう。だからこれ、このね、左と右で違うんです。本当の電車の方ですね、ブルーシート。そうです、そうです。で、こっちが、右ですね。右がね、こっち言うて、すいませんね、こっち、アホみたいに。はい。ね。はい。だから、その感じのいい方が本来の電車ですよね。左が。はい。椅子は残しておいてください。まあ、そうなるわ。はい、そうです。昔、廃車にあったバスを、改造したカフェがありましたが、代理店。ね。うん。確かにね、そうですね。で、これ21年の8月までは、その車両の管理を、実用になってきたボランティア団体がありまして、門司港トロッコ応援団っていう、そこの関係者と鉄道ファンがですね、まあお金出したりいろいろやってたんですよ。で、長年守ってきた、車両の内部が、もう完全に原形とどめてないぐらいの感じに変わっちゃったと。そうですね、私はね、またね、これね、これにテーブルつけたんかなと思ってたんですよ。はい。で、こちらの会議室みたいな方は、なんやろな思ってたんですけど。右か左で言わないと。右の方の会議室みたいな方はね。で、左の方に机とかテーブルとかをね、設置して、レストラン風にね、昔の。レトロレストランですか？そういう風にしてるのかなと思ったんですけど、この会議、左の方は、右の方は、開きません、これは。はい。そうなんです。これダメです。しかもなんですが、左の写真、
これ、はい、その2021年の、はい、2月まで、はいはいはい、実はこれ別の事業者がカフェ営業してた時の写真なんですよ。いいやん、ほらこれで。そう、だから、うん、これよく見ればわかるんですが、はいはい、この青い座席の、ね、なんかもう前にテーブルがあるんですよ。そうだから、私それやってるのかな思ったんですよ。このままでよかったんじゃないのって話なんですよ。実は何ももうこのままでいいんですよ。そうそう、この今右側のね、なんか安っぽい椅子ありますやん、今そこにはしょうもない。まあですね。ラーメン屋みたいな。これ、誰がこんなしょうもない。じゃあ、それだったらもうちょっとおしゃれにするとか、あるやないですかね。これ、ちょっとダサすぎてね。どんなセンスでね、これ作ったんか、出てこい、こら、感じで。でね、言いたいなる気持ちもわかります。はい。はいはい。まあ、ここが、やっぱ歌の気持ちもわかるのないけど、ね。あ、そうそうそうですね。はい、さん、どうでしょう。こんにちは、いらっしゃいませ。で、まあ、その、続き。ですが、客車利用に関する市民への説明、はいはいはい、話し合いもなかったと、はい、で一方的にその座席の処分などを、はい、市が決めたので、まあ、その姿勢に怒りを覚えると。そうですね、ちょっとね、例えばこの椅子ね、うん、左の椅子の方のブルー、うん、ブルーシート、うん、こんなんタコーで売れますよ。まあね、いや私も買おうかなって買いに行こうかなと思います。どこに設置。いやでもほら、やっぱりいい感じのね、はい、目もいい色ですし、まあ、ベルベットのね、そう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 、はい、それこそここに座りながらね、はい、まあちょっと着物でも着て座ってね、はい、京都のレトロカフェお長いなんかいいやないですか、感じが。確かに右アセンスゼロ。センスも減ったくれも何割もってんこれ。かなり、これは。なんていうんですかね。大規模に改装されたそうですね。無印みたいなんですよ。無印の、なん荷台、袋詰め台みたいになってるんでね。そこには。そんなこと言われても。いやいや、なんかこう、そういう風な、なんていうんですかね、これね、右の、現在の、はい、右の写真の方が、はい、左側が、はい、パンを売ってるコーナーで、はい、右がその車窓に向かって、はい、テーブルと、まあ、カウンター席ですね、はい、があるっていう状況で、パンはいらんから。ちゃんとやって、うん、ちゃんと不自由で、まあ、ありますね、個性のないなんかね、もうちょっとこう、なんていうんですかね、改装したのは下なりにね、うん、この下のなんかしょうもない、板ですかこれ。だって前の時はこれ、絨毯張りかなんかしてるんですかねこれ、前のその人。まあ、板張り。うん。ですかね。板張りの上になんか引いてるんですか。いや、わかんないです。ただ板張りのまま。例えばそれだったとしたら、もうすっごい油しませて臭い店内にしてください。臭っていう、ありますよ、そう、なんか昔の、なんていうんですか、京都市電。そうそう、京都の市電みたいに、臭い油敷いていただいてね、下に。ポルタルですね。そういう風なやつやってないですよね、これ。やってない。だから、やってもいないですし、ちょっとなんか、誰が考えたんですか、これ、ほんまにって思います。まあ、そうですね。で、はい、これ、事業を許可した、はい、公園緑地化ってとこありまして、はいはいはい、搬入した備品などの、はい、撤去が許可の条件だと、営業の、はいはいはい、なので回収前の原状回復は求めてないっていうふうに言ってますね。でそれからカフェを運営する会社、はい、この今の右側のカフェを運営している会社の取締役の方なんですが、はいはい、そもそもその客車の保存が目的ではなく、はい、このメカリ地区の活性化が目的だと。じゃあ脇にもう一軒カフェ作って食べたら。それでもそう、よかったんですけど、うんうんうん、なぜこのね、電車の中からじゃなくて電車を眺めながらっていう形でもよかったと。そうです、わざわざ電車の中っていうことで。ただ、まあ、このね、うん、公園緑地から言ってるように、はい、その搬入した備品などの撤去が、はい、そのカフェの営業の、はい、条件だった。撤去っていうのはどういうことですか。内装ですね、椅子とかブルーシートですか。はいはい、ブルーシート撤去。ブルーシートって聞くと。ビビるのもあるけど。青いシートとか。まあ、それでもあれだけどいいですかね、ソファーシート。ほんまですね。
多分そういう風な形になるんですが、うん、外で営業するならこれね、関係なくなるんで、はい、まあそれこそね、あのさっき言ったように、はい、その電車眺めながらコーヒー飲むっていう場所でもそうですね。で、この中の椅子がどこに行ったのかすごい気になります。まあ廃棄でしょうね、きっとね。要ね、うん、そんなんカフェ営業してて経営者ね、うん、この椅子廃棄できましたね。うん。いや、廃棄できないですよ、こんな椅子。どうすんのこんなちょっと貴重な感じのやつ、まあ、誰かいるの。京都市バスはそういうの全部オークション出してるんで。それをだから買うたのは片つむり。それを喜んで買うてんのは片つむりさんですけど。僕あれ5万ぐらいぶっ込んでるんですけどね。だからそういうのって、こんなね、大事な椅子。さっきからブルーシートで。まあもったいないです。もったいなすぎてね。私はちょっと考えられないこの新しいカフェを経営してらっしゃる経営者のね、うん、脳みそがよくわからないんです、はあ、ね。でまた別のこと見てるんですが、うん、その内装、はい、そのままもし使えるんだったら、はい、費用を抑えられたし、まあ、使いたかったんだけども、はい、まあ、かなり老朽化が進んでたと。じゃあ老朽当たり前やんそんな、はあ、まあとはいえこれね、もともとカフェで営業してた場所が、そうね、老朽化してるのがいいから使ってるんですか。まあそうですね。そうですよ。で、このままではお客さんが来ないので、はい、改装するしかないっていう判断だったと。あ、そう、お客さん来てなかったんですかね、この時に。はい、もうあれ少なかったんですかね。知らすぎて僕のことだから調べた時にはその2021年当時、はいはいはい、結構女性とか座ってる写真いっぱいあるんですけどね。こんなん、ここでね、例えばね、フルーツポンチ、ね、コーヒーでいいじゃない。でだからレトロな感じのそれ京都だから物出してくるんですよ、ここで。ゼリーポンチでしょ。そう、フルーツゼリーポンチみたいなね。あれ京都のいろんな、ね、いろんな綺麗なやつを出してきてね、女子がうわー写真撮ってるとかね。そうそんなんでいいんじゃないですか。いや、ダメだった、ダメだったんですかね。まあ、はい、やっぱりね、僕、はい、鉄オタじゃないですが、はい、うん、それでもファンには残念な形になったんだなと思って。私もね、そうですかね、せっかくね、うん、こんな感じのいいね、はい、まあ、ブルーシートってまた言いますけど、これを使いきれない、このしょうもない、まあだから依頼したデザイナーですね。あ、そうそれがろくでもないなと思います。うん、まあそうですよね、結果そうなってますからね。うん、5万って書いてます。僕が買ったのは、はい、京都市バスの、はい、ほら方向幕あるじゃないですか。あれですよね、次は祇園市場、そうそう、駅とか書いてある、205番とか書いてあるやつですよ。バスの運転席の、ね、上のところにある方向幕あるじゃないですか。ね。あれを、その方向幕回転させる機械と一緒に、方向幕2本買っちゃった。カラスマ車庫とか書いてあるやつですよね。カラス、そうそう。よう分からんね。もう、欲しがるな。あれ、ベッド1個分ぐらいあるんですよ。大きすぎて、ね、大きすぎて、外で見るからそう大きくなさそうなんですか、あのバッグのとこは。そう家に入れたらでかいんですから。届いた時どえなかったやつ。いまだに出せてないですからね。うん、って売ってるって。いやだから、京都市バスが、その、方向幕、ね、布だったのが、はい、デジタルに変わったんですよ。うんうん、でそのタイミングで、はい、京都市バスが、これもういらないので、はい、オークションっていうか、まあ、売りに出したんですよ。うん、それ買っちゃったの。それに飛びついたのがカタツムリです。バスなんて行こうとみたいのに、僕、買っちゃったんですよ。で、205とかね。そうそう。そうそう。ねえ、ねえ、東山、祇園東山の方ね、清水寺とか書いてあったら欲しくなるんですよね。そうなんでか知らんけど、一番の観光地のやつをとりあえず買ってやろうと思って、ね、買ったんですけど、まあ、きっと金閣寺行きとかいうのもね、59番金閣寺とかも多分売り切れてると思う。売り切れそう、これ売り出した瞬間に買いましたね、僕は。そうやっちゃったんですが、じゃあだからこの椅子とかもね、うん、もしかしたらやってるかもしれません、この社長。やって、それを経費にして、はいはいはい、まあ、内装のね、足しにしてるのかもしれませんが。はいはいはい、
まあ、だからね、先ほどから言ってますが、うんうんうん、その京都には、はい、その市電カフェっていうのが、まあ、ありまして、梅小路公園ですかね、はい、そこの内装は、片側が電車のシートをそのまま生かしたソファー席なんですよ、はいはいはい、でもう片方が、はい、この右側みたいに、はい、一応その窓から車窓から外を眺められるカウンター席があるんですが、新しい釣り缶もついてたり、パンですね、それはそう、カタカタ釣り屋パンっていうのも売ってるんですが、はいはい、まあ、ほんのちゃんとしたね、はい、釣り缶もついてるんですけど、はい、でも欲しがるのもオークションカタツムリさん、その時川原さんでも来たんです、すごい大事勢い大事です、まあね、後悔して、まあ、勢いがないとなかなか買えないですからね、じゃあどっかでそれちょっとしたね、テーブルぐらいの大きさなんですよ、うんうん、段ボール箱は。だからそれこそね、送料がだって5000円ぐらいしましたからね、物が、だから送料が3万と2万とかっていう感じ、はいはい、巻き取り機が多分1万円ぐらいですけど巻き取り機動かないですよ、しかもそれ、はい、でもそれを見ながらね、酒でも飲もうかなと思って、酒飲んで喜んでる方いらっしゃると思いますよ、とやろうとしたんですけども、うん、はっぱらで走れない、あー、でかすぎてね、うん、だから手伝ってくれる方に人よいしょとか言うて、そうだからどっか持ってってね、そうやろうと思ったそうそう、総量が5000円で2つ量がそでかい段ボールがっていうのはちょっとね、はい、許せない総量ですね、僕ぐらいありますから、あー、立てかけると、はい、人が立ってるぐらいなんですね、そうそうそう、人が入る、うん、立った人が入れるぐらいの段ボールだと思いました、まあ、それはいいんですが、はい、うん、まあ、だからまあそうやってね、で、うん、ちなみにその京都市電の、はいはい、そのカフェになる前の電車も、はい、そのやっぱりボロボロだったシートは、あー、汚すぎてね、とっても使える状態じゃなかったんですけど、はいはい、やっぱりそのシートとか木製の、うん、その床板などを張り替えて、はい、なるべくその雰囲気だけは、はい、当時のものに寄せた感じで再現したんです。当時のままって言ったらものすごい古いですから、うん、そうだ、まあ既製品、ね、はい、使うよりはだいぶお金かかったかもしれないですが、はいはい、うん、九州のね、うん、これはもう少し当時が並んじゃった、別にもうしょうがないです、これね、こう写真で 見る以上に近くで見たらこのシートがね、はい、激汚れ激汚れかもしれませんや、こっちが、いや、これ多分張り替えてると思うんですよ、国鉄時代のやつなんで、綿 も入れて、ほなええやんな、そうなんですよ、うんうん、そうそう、だけど多分いろんなところ、もっとも、もともとガタが来てるところとかを張り替えるってなると、椅子自体も一回撤去しないといけないとか、うんうん、多分すごい手間かかって予算もかかるんだろうなと思うんですけどね、うん、もうめんどくさいわと思って、うん、全部外してしまったんですかね、うん、そうそう、ベストは、うん、リノベーションで難しいそうですね。だから、ぜひね、その、これやる前に、うん、やっぱり京都のその市電カフェとかね、はい、一回見学に来ていただいてね、やっていただいたらよかったかなと思うわけですよ。で、ね、なんかまあ、私の個人的な意見ですけど、はい、もう白白しすぎてってね、はいはい、中が。はい、もうほんと社員食堂みたいなんですよ。まあそうです。社食なんですよ、これ。ちょっと無機質な感じで。しちゃいます、ね。そこもなんとかならなかったのかなってね、うん、ちょっとカラーを入れて。これだから外側はものすごいね、濃い茶色の、はい、はい、すごいレトロな電車の色なんですよ。だから入るとやっぱ全然雰囲気変わっちゃってるっていうところですかね、うんうん。なんかちょっとぐらいなんかね、はい、そこのとこ考えて。ね、外側はね、老舗旅館だと思って、はい、いい旅館だなと思って入ったらね、中で金沢カレーってたみたいなもんですから、ね、うん、そうですね、うん、だからまあそこ、そういうことですよ、だから私が言いたいのは、アパホテルの金沢カレーってるんで、うん、アパホテルはやったらまあまだね、社長、ね、課長のカレーでいいわと思いますけど、うん、ね、残念ですね、ちょっとこれ、うん、はい、うん、まあっていうとこですね、はいはい、はい、よしですか、あ、いいよ、これこれに関してはもうしょうがないセンスがない人社長なんだなっていう、そんな見解、そうですね、なんか、はい、非常にちょっと僕自身も鉄オタじゃないけども、これはがっかりだっていう、うん、はい、レベルですね、ね、はい、ってことでした、はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい
があれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。